皆さんこんばんは、モナリザクロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、ニコン TF 友の会、なんと30名ぐらい、昼ぐらいの時点で入会されていました。コミュニティ欄から20名、それからコメント欄の方からも10名ぐらい、合わせて30名ということで、予想をはるかに超える人数になりました。これでもう十分やっていけます。心より感謝申し上げます。ありがとうございました。とりあえず来年の、展覧会をまず、しっかり企画して皆様方にご案内できるようにしたいと思います。なんか皆様方と会えるのがね、とても楽しい意味にしております。よろしくお願いします。また、Zoom とかなんか他の形で、交流できないのかというね、ご意見もありましたので、まあそういうことも考えながらね、これから運営させていただきたいと思っています。ニコン DF のカタログですよね。この DF っていう、ちょうどこの部分ですね、この部分をこのようにねしています。表現力は想像力とともに限りなく広がる。まあレンズの紹介があったりするんですけども、まあ気になるのはこれですよね。ニコール S オート 50mmF1.4、 これお似合いですよね。1962年に出てるね。これは現行品になるのかな、マニュアルフォーカスですね。こういうのも出ていまして、もう今いろいろ調べてるんですけれども、これだ。こんなのも面白そうですよね。 F1.4 のレンズね、 5.8cm だって58mm じゃないんですね。この頃は表記が違う。これはベストセラーになった中望遠レンズなんですけども、見てください、これ結構いいですよ。まあこんなのもあったりして、改めてちょっといろいろ調べて買いたいなと今思っているところでございます。でもこれかっこいいな、うん、なんかいいね。やっぱり DF の楽しみっていうのはこういうね、古いレンズをね、装着しても全然違和感がなくてね、楽しめるっていうところがね素敵ですよね。これなんかいい写真ですよね。これ 28mm ですね。これか、これ現行の 28mm ですね。こんなのもかっこいいですよね。めちゃくちゃかっこいいですよね。いやー、シルバーかもう買えないですよね、新製品はね。かっこいいですよね。あの一眼レフカメラっていうのはやっぱり電池の持ちがいいですよね。バッテリー、こんな小さなバッテリーでありながら結構持つんですよね。もうびっくりしますね。 DF なのか。大きな理由は2つあるって書いてありますね。1つは DF のデザインが MF 一眼レフによく似ていることで、ニコールオートとデザイン的な相性がいい。 DF はカメラとしてのプリミティブな道具性を取り戻したのだ。もう一つの理由は、デジタル一眼レフの中では最も多種類のニコールレンズが活用できるカメラだ。このカメラは特殊なカメラですよ。もうしつこいって言われそうですけど。ですからもう、こうね、
部屋に置いて飾っておくだけでもいいんですよ。もう見てるだけで幸せになれるデザインですよね。そういう楽しさがあるんですよね。どこだろう、函館で撮ってた時ですね。そうしたらやっぱりシャッター音が結構大きいじゃないですか。そしたらね、こちらをご覧になられてる方いましたけどね、いかにも一眼レフというね、いい音を出してくれますね。私のようにポートレートを撮る時にはモデルさんとのこう、この音によってタイミングを合わせていきますので、この音が小さいとそれができないんですよ。この音がすることによって、じゃあ撮りますよ、撮った満足感があるんですよね。これが音がないとね、モデルさんも撮られてるんだか撮られてないんだかよくわからないですし、こちらもあんまりこう撮影した気持ちにはならないんですよね。音って重要ですよ、うん。まあ、ただコンサートとかね、そういったところではねちょっとうるさいんですけれども、この音の良さっていうのは一眼レフの良さかなというふうに思いますね。撮影したっていう気持ち、撮影したっていう感触、記録したぞっていう思い、確認ができる、それがこの DF ではないでしょうかね。ニコン DF は仙台工場で作られているんですね。メイドインジャパンと書かれています。こういう皆さん方がね、一台一台丹念に作り上げているニコン DF、 その日本の工場がもしなくなるとしたら、こんな悲しいことはないですね。人間の手が丁寧に組み上げていく、一台一台丹念に作り続ける、使う者の心を揺さぶる機械、それが DF。 やっぱりものづくりの原点、こう日本人のやっぱり素晴らしさですよね。アメリカ大統領選で話題になっている、ジョージア州ってありますね。フロリダのちょっと上にあるんですよ。アトランタっていう町がありますね。で、あそこの中学校と、あそこは小学校も行ったかな、学校をいろいろ視察したことがあるんですけど、日本人のような几帳面さっていうのは外国にはないですね。それは例えば、美術の授業何かを見せていただくと分かりますね。折り紙を持って行って折ってもらいますよね。鶴とか作りますよね。できないっすよね。まあ作り慣れてないっていうのもあるんでしょうけれども、そんな几帳面じゃない、我々日本人が行って作って見せるんですけども、つまり我々は行く人間はみんなほぼ作れますよね。でもそういうことが他の国の皆さん方が全員できるかっていうと、決してそうではない。日本人のように丁寧に正確に作ることはなかなかできない。この日本人の民族性だと思うんですよね。そういうところから生まれてきているものの一つが日本のこのカメラでないかなと思うんですよ。外国で生産するっていうのは何かこう日本人のね特徴を、失うような感じが受けてね、すごく残念な気がしますね。その点シグマなんか本当すごいですよね。会津工場にこだわるんだ、メイドイン会津だってやってるじゃないですか。やっぱ感動しますよね。私はニコン DF にこだわりながらこのモナリザクロームは続けていきます。もちろん富士のカメラを使ったりはしてますけども、その時々で私が気になる使いたいカメラはきっと買うとは思いますけれどもね、まあ、基本的にはこの DF をベースにしながらねやっていきたいなと思います。この DF、 ただ欠点はあるんですよ。重くて大きいですよ、ミラーレスと比較するとね。
だから旅行するときにこれを持っていくっていうのは少し勇気がというお話をしている間に時間になりました。で、今日は皆様方に、感謝申し上げたいと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。